危ない危ない危ない皆さん本当に朝早いのにありがとうございます来てくれて来てくださってありがとうございますもう本当に嬉しいです本当に嬉しいですいやあの今日ねなんでこうやって朝早くから配信を したかと言うとあのすごいなんか可愛いショートケーキいっぱいありがとうございますあの何で配信したかというとあのまずなんかなんかなんかねホテルでこうやって配信したことないじゃないですかなのでなんかねしてみたかった <laughs> めっちゃ変なな理由なんですけどしてみたかったからなっていうのとあとはあの配信、はい、違うな朝からねこうやってファンの皆さんファンの皆さんとこうやってお話ししてそうお話ししたいなって思って。 のとそうファンなかなかこうやって朝からあのお話するのってなんかイベントの時ぐらいしかないからそ,それとかまああとはあの遅刻しないようにあのホテル出てえ今日ちょっと遅刻しそうになったんですよ実は。 そう実はねもうこの今日もねメイクし,しないんですけどそう遅刻しそうになっちゃったえあの今日6時にお起きようって思ってでもメイクも完璧な状態でここのあの何てうの配信しようかなと思ったんですけど起きたらね6時半で。 やばいと思ってそうでそうねでもめちゃくちゃ急いで今ですそう配信ちょっと5分遅れちゃったんですけどうん <laughs> そうなんですよなのでそうギリギリびっくりしましたあいっだったねあのー 昨日の夜にあの成田小雛の部屋に行ったんですよ。成田小部屋小部屋じゃない。成田小雛のコーヒーの部屋にユナと3人で集まっててそっから18期で18期のみほぼみんなで電話してあの。 ひなのとさえさえはあ多分寝てたんですけどもうねあの終わらせようと思っても18期って終わらないんですよ話がそうもうみんなもうみんな大人っていうかそうもうおしゃべりしね仲いいから もうさえちゃんはねバブだからえそうサイ吉ってね夜にな夜になったらっていうかもともとあんまりスマホをあの夜は触らないみたいなことを前レッスンの時とかに言っててそうそうなんですよねなんかでもねちょっと ちょっとだけ怖いのが、ちょっとだけね、ちょっとだけ怖いのが、あの、あれなんですよ。ゆいが昨日、あの、コーヒーの部屋で一緒にね、みんなで18期で電話してたはずだったのに、はずだったのになんか気づいたら寝てて、なんか、 もう気づいたら起こされてたんですよコヒーに「ゆい起きて寝てるよ」って言われてでもいついつ寝たのかすらわかんない <laughs> いつ寝たのかわかんないしゆいがいつ電話からそうあの電話から何て言うのねやめて 寝たのかもわかんなくて、もう気づいたらね、起こされてました。そう。なんか普通さ、あの寝落ちってなんか目閉じて気づいたら寝ちゃってたみたいな感じなんだと思うんですけど、あの、なんか気づいたら寝てたんですよ。もう寝てる感覚ないんですよ。だから、こわってなっちゃった。うん。 いう、ね、仕事これから仕事なので応援してください頑張ってお仕事そうですよねもう7時でもうお仕事もね大変だと思うんですけど頑張ってください応援してよ頑張って18歳めっちゃね頑張ってくださいうん 土曜日で休みなので応援してください。どういうこと <laughs> あ、休み頑張ってくださいっていうことですか ?OK。そうですね。やっぱり土曜日休みで結構、なんだろう。あの、あの、普段の仕事の疲れとかが多分どっぴりきて疲れると思うんですけど、 頑張ってください、土曜日。頑張って。はい。頑張ってください。ごめんなさい、どっぴりごめんなさい。めっちゃ変な言葉使っちゃった。<laughs> 多分これあれかもしれない。ゆいのお家だけかもしれない。<laughs> と,とにかく、頑張ってください。 頑張っててください応援してます <laughs>、はあ、でも私も今日はね、えー、とお話し会の <coughs> 振り返この前13日のに音楽の日に出演させていただいてでもその分お話し会が握手会に出れなかったので。 そのの分振り返とあと今日はレッスンやらもろもろあるので家も頑張りますよあと明日と明後日はそしてアンレイムのイベントがねあるので連続でファンの皆様にも会えるので嬉しいです。 頑張りますっていうか楽しみます。<laughs> そう。もう得点会も、アンレイムの得点会もめっちゃ、めっちゃ楽しみだし、そう。楽しみますね。はい。チェキ行くよ、嬉しい。チェキね。ソロチェキあります。 アンレイムねアンレイムイベントをきっていただきたいですね皆さんに本当に <laughs> 仕事行ってくる頑張って仕事仕事頑張ってください日かショートにしてね、そう あのひゆかちゃんが、坂川ひゆかちゃんが、髪切ってましたよね可愛かったあの、インスタグラムのストーリーで気づいたんですけど、ひゆかちゃんのね、ストーリーで気づいたんですけど、めっちゃ、なんか、なんだろう、ボーイッシュな感じがして、ストーリー見て、かっこいいなって思って。 ししちゃいましたそうなんですよ。ユイチもショートにしちゃうえユゆいね実は言ったことあるかもしれないんですけどあの小学1年生の時ショートだったんですよ私。唯一。あボブかなボブ。ショートって言っていいのか。あの そう想像できないでしょそうなんですよ。小学1年生の時でもでもねそうその頃からちょっとまさかロングになるとは思ってなかったんですけど小1の時ね前歯が抜けててそうあのあれ子供の歯が抜けてそうなんですよ。そうだから肩肩 片前歯ない状態のショートだったんですよ。そう。だから、なんかめっちゃ面白い写真がいっぱいあって、もう、こま満面の笑みで写真撮っても、前歯なさそうはおかしい。<laughs> 前、前歯なさそうっては、ちょっとおかしいな。<laughs> やだ写真そうゆきゆが行っちゃったから絶対いつかは見せるんですけど絶対いつかは見せないといけないんですけどちょっとまだちょっと心の整理させてください <laughs> えそうめっちゃもうザ・子供っていう感じ下の歯しかなさそうもおかしいですけど <laughs> 下の歯しかなさそうはちょっとおかしいかなうん だからなんか小1の時とかあの実はね私運動会今じゃ全然考えられないんですけどもうリレー選手とかに選ばれてたんですよ実はそう小学4年生ぐらいまでそう実はアンカーアンカーじゃないけど <laughs> リレー選手に選ばれてたんですよ多分初めて言ったかもそう でも今はね、もう全然足、足速くないんですけど、小4の時まで、もうね、ほぼ小学生ずっと外で遊んでたから、そう、もうめっちゃね、あの、もう足が速くなってて、そう、50メートルもね、でもゆる <laughs> こんな顔でさ、笑顔でさ、走ってたんですよ。だからもうその時前歯ないから、 前はないから面白い動画になってましたそうとにかくねやっぱり前歯って大事だなって思いましたそうなんかそうでもなんか逆にその前歯ない頃見てああこの頃まだちっちゃかったなーって思い出します <laughs> 本日の名言前歯って大事そうでも奥歯も大事ですよ奥歯も大事だし下の歯も全部大事だしあのー、大事です歯って大事です 名言です <laughs> そうねでも18期18期で今はでもユナさえが足速いさ特にさえなんか本当にロケットだからロケットだから本当にすごいなって いいつも思いますあの『ネモンズスロケ』のテレビで前17期さんと運動会で対決をした時にリレーでそうもうサエはメンバー誰にするってなった時絶対サエはもう考えなかったもう早すぎてもうサエはとりあえず置いといてみたいなもう決まりだからみたいな7秒台ですよ本当にすごい。 5 0ル7秒ってすごいなって思うでもユイもねあの水泳習ってたので水泳習ってたからちょっとねこの前あの彩ちゃんより実は多分まだ早いんじゃないかなと思ったんですよユイの方がそう足速いの知ってるけど でも、ゆいは一応でも水泳習ってたから、もうこれ絶対早いでしょうと思って、この前サイと一緒に、もう普通に何の企画とかじゃないんですけど、一緒に走ったら、めっちゃ遅かった。ゆ <laughs> いの方がめちゃくちゃ遅かったです。泳ぐの実は私ね、早いのかな。50メートル40秒とかで最高。50メートル、クロールでね。 クロールでそうユイ40秒だったんですけどでもサエには勝てませんでしたサエはやっぱりね足が速いユイチはキー登るのうまそうキー登るのうまいよめちゃくちゃ <laughs> キー登るのめちゃくちゃうまいよユイめっちゃうまいよ 本当にうまい。そんな早くはないけど、早くはないんですけど、あの、子供の頃とかもうどんだけ木に登ってきたか、そう。あの、お友達とね、一緒に、そう。お友達と一緒に木に登って遊んだりとか、ほら、鬼ごっことかやっぱするじゃないですか。そう。鬼ごっこするから、 あのーねあの逃げるときに木登ったりとか <coughs> そうなんですよ「唯一って公園が似合いそう」えー「え公園似合いますか?」よく言われます <laughs> よく言われますあっ高尾に 高尾にやったことあるよ。高尾にやったことあるよ。なんかあれですよね。高いところを登って、みたいなやつだったっけ。ちょっと忘れちゃったんですけど。ブランコ乗ってそう。乗ってます。<laughs> ブランコって楽しくないですか 多分皆さんもすると思うんですけど <laughs> 楽しいよねブランコそうめっちゃ最近乗ってないか ああ、ジャングルジム。確かに。ジャングルジム楽しいよね。<laughs> すごい、今何の会話してたっけ <laughs> 今何の会話、めっちゃ公園のなんか優雅な話してたか。<laughs> ブランコは今でも見つけたらなっちゃうそうですよね。やっぱり。 ねえ確かに公演は楽しいです <laughs> 公演楽しいので皆さんもなんかちょっと疲れたなっていう日も行ってみてくださいはいすごいえてかちょっと皆さんにね自慢したいことは自慢じゃないよ 報告したいことがあって、あ、めっちゃそんな、あれですよ。大きいことではないんですけど、あのね、今日朝起きるじゃないですか。で、朝起きて、うまくしさばいちゃったんですけども、もあの、私この前宿毛矯正を紙にかけたんですよ。かけたので、もう起きてこの、ちょっとサラサラ状態なんですよ。そう。この、 サラサラ状態ご <laughs> めんなさいめっちゃ「おお」とか言ってくださってるのにそう申し訳ないんですけどあのサラサラ状態でそうあの前起きた時本当に私髪爆発しててあのもうもうなんだろうこんな状態だったの。 朝起きた時だから本当に串で5分ぐらい溶かしてあとヘアーオイル塗ってもうこうやってやんないとこういう状態になんなかったんですけどあの今はあのもう宿目矯正をかけてもうめっちゃ楽ちんもうあれです櫛でさばいただけでこのこのサラサラ状態になるんですよね。 めっちゃだから今日の朝も遅刻しそうになったのに <laughs> 今日の朝もめちゃくちゃ遅刻しそうだったのに <laughs> そうこの状態になったんですよ。ねあのやっぱり歯も大事だけど奥歯とかね前歯も大事だけど髪の毛も大事だな 思いました <laughs> そう歯も大事だけどこうやってね髪の毛をサラサラにするのも大事また名言作っちゃったけどへ <laughs> <laughs> よしふみありがとうそうだよもう本当にでもゆいの目標はあのアズの髪の毛になることそうあ違う生まれ変わりたいとかそういう感じじゃなくてあのアズのあの綺麗な髪の毛踊っててあの綺麗な髪も 綺麗な髪をさ保てるのすごいと思う本当にすごいもう結衣髪の毛を下ろしてるのはアンレイムでしかやったことないのでそう AKB48 の方だとポニーテールでしかまだステージをしたことがないのでなんかそう髪の毛いつか下ろして AKB でステージするのかなとか思ったりするんですけど。 そう、なんか絶対あの、これでさ「そこに未来はある公園」とかやったらもうもう髪の毛がこんな状態になっちゃうほんとにほんとになっちゃうそうだからさあんな踊っててさあんなあんなに綺麗な髪保てるのすごーいって思いますそうね待って今何分 やろう待ってし間に合うかな今何分ですか今何分だろうちょっとね手元に時計がなくて <laughs> クイズ形式やめてください17分17分やばいちょっと待ってじゃちょっとちょっとね <laughs> ああとじゃあねあとじゃあ1分18分になったらランキング読み始めますびっくりしためっちゃさこのまま話し続けてさ遅れるところでしたちょっとそれだけはないように気をつけますああじゃあミラーボール踊って,て終わろう <laughs> はいよしということで、まあ、18期なんで18期大好きなんで18分にじゃランキング読みたいと思いますよしじゃあいきます13位からいきますね13位キムテツさんキムテツさん今日は来てくれるのかなありがとうございますそして12位コジーさんコジーさん すごい。何これかわいい。アイコンかわいい。8位。ありがとうございます。続いて、10位、ヨシフミッチさん。ヨシフミッチ。東京タワー、ありがとう。みたいな生で。そして、9位、ごめん先生。ごめん先生。ありがとうございます。明日とあさって、待ってるよ。そして、8位、まさかずさん。まさかずさん。まさかずさん、今日会えるのかな会えるのかなありがとうございます。 続いて7位、ひらっぴちゃん。ひらっぴちゃん。ひらっぴちゃん。今日もバブでいてください。ありがとうございます。そして6位、栗原さん。栗原先生。先生。わかんないです。勝手に呼ばせていただいてるんですけど。ありがとうございます。そして5位、上次郎さん。上次郎さん。会える、会えますか今日も。もうとにかく会えるか必死なんですけど。ありがとうございます。そして4位、林蔵さん。 <laughs> ありがとうございます。そして3位、白猫さん。白猫さん。ありがとうございます。いつもたくさんお話し会とか来てくれて。今日も会えるのかなありがとうございます。そして、ももちゃん。ももちゃん。ももちゃん、3日連続会えるんだよね。嬉しい。ありがとうございます。そして、えー、1位、ナっちさん。ナっちさん。今日も多分来てくれると言えば信じてるよ。ありがとうございます。 はい、ということで、えー、っと、20分になったので、終わりたいと思います。朝早くからなのに集まってくださったと、短い時間になっちゃったんですけど、ありがとうございました。ということで、今日もいい一日過ごしてくださいね。ちょっと今遅刻しないように気をつけます。ありがとうございました。こうか。あ、こっちこっちか。バイバーイ。またね。